京都生まれ京都育ちの人間が美味しいものを食ったり飲んだりするチャンネルです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日は美味しそうなテール手に入ったので、これで京都の名店偏骨風の八丁味噌のおでんを作っていきます。見てください、このテール、ほらほら立派でしょ。じゃあ作って食べます。はい、そしたら牛すじ肉、卵、こんにゃく、ほんでこれすじ肉の藤っていう部分です。ほんでごぼう天、あとちくわ準備したんで、こちらの具材を使って作っていきます。それ作ります。これはすじ肉を炊いた時のだしです。ほんでそこに昆布、俺はちょっと濃いめに入れるわ、昆布好きなんで。ほんでまずメインのテールですよ。テールを入れていく。炊いただしも一緒に入れる。よっしゃよっしゃ。ほんで細かく切った筋肉とか、これほんまね、足筋の部分をね使いたかったんやけど、ちょっと手に入らなかったんで、普通の筋です。ほんでちくわ、こんにゃく、卵さん、ごぼ天、あとまあ好き好きなんやけど、じゃがいもとか入れたらいいと思う。僕あんまじゃがいも好きじゃないんで入れないけど、これで炊いていきます。そしたら味付けていきますけども、まず普通のおでんを作ります。もう適当に、僕の直感で、酒です、料理酒、適当。ほんでみりん、みりんです、みりんも適当。ほんで醤油です。これを炊き込めばおでんになります。そこで重要なものが加わってきます。これです、味の素です。これは間違いなく入れてください。これ入れないとね、ちょっと旨味がね足りなくなるんで、ちょっと適量で。よし、適量でいきます。これでねしばらく炊いていきます。はい、こんな感じでね、ノーマルおでん完成しましたけども、ここからが重要なポイントになります。はいはい、偏骨のおでんはここからが重要になります。これを入れます。八丁味噌、赤だしです。これを入れるんですよ。これが俺が子供の頃から親父に連れて食わしてもらってた偏骨のおでんですよ。これですよ、これがポイントですよ。赤味噌を入れるから、あんまり醤油とか入れない方がいいです。入れすぎると辛くなるんで。じゃあこんな感じで溶かしていきますよ。もう味噌も1本入れました。より濃厚にするために全部入れました。炊いていきます。はい、これをさらに炊き込んでドロッとするまで炊きます。ほんで一晩寝かせます。はい、はい、結構ね濃厚に仕上がってきたんで、これぐらいにして火を止めて冷まして一晩寝かします。はい、冷蔵庫で一晩寝かしたおでんをですね、これ取るわけですよ。ほら、どんななってるかな、超濃厚になってると思うんやけど、いくぞ。こんな感じですよ、油ができてます。これテールからの油、結構トロッとしてます。うまそう。これを炊いていくわ。はい、そしたら完成。拭いてきた、うまそう。これええやろ、この鍋のまま食うぞ。これは今日は、よっしゃ。よし、今日はおっさんメニューなんで、けんびしですよ、けんびし。はい、これで、ほら、ほら、これで飲むぞ、けんびしです。京都へおいでやす、どうもミスター京都、あっきーです。はい、ということで本日は京都駅前にある名店おっさんの大好きな場所ですよ、
偏骨です。偏骨のおでんを再現してみました。はい、そしたら今から早速食らっていきます。よろしくお願いいたします。いくぜ、ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。さあ、その前にもう行こう、先いっぱい今日は顕微し、一発目に効くね。よっしゃ、はい、今日はもうこの大きい鍋のまま行くから。よっしゃ、お店も大きい鍋やから。ほんでまず向こうの名物ですよ、そこに溜まってる筋肉とかをよそっていただくサルベージ。はい、そこに筋があると思うんで、サルベージ、よっしゃ、こんなんあるぞ。サルベージですよ。あんまり筋入ってへんけど、とりあえずそこの部分、これ足筋がねあったらよかったんやけど、足筋ちょっとなかったんやわ。はい、そんな感じで一発目いただきますけども、ここにまず九条ネギですよ。これいるよ、これいる。ほんで一味唐辛子、ほんで向こうにも置いてあるんやけど味の素。はい、はい、そしたらいただいていきます。はい、ということでいただきます。味見好き放題して食べる男飯です。まずちくわからいきます。うん、偏骨や、この赤だしでホルモンと一緒に炊いたおでん、たまらんねえ。昔はね、僕がもう幼稚園ぐらいの時、京都駅前で屋台でやられてたんですよ。おっさんのたまり場ですわ。今は京都タワーの前でやってはるけど、このおでんがうまくてね、ようね、親父に食いに連れて行ってもらいました。いきますよ、筋。うまい。先が進むんですよ。このホルモン特有の臭みと味噌のおでん、これがまたね濃厚でうまいですよ。そしたら卵です。見てくださいよ、これほんまね、じゃがいもとか入れたらうまいけどね、僕あんまじゃがいも好きじゃないんで入れへんかったけど、卵ですよ。しゃあ、自宅でおっさんメニュー再現シリーズ、いいですね。名作再現するのが楽しいですよ。これそのままの味にはならへんけど、どれぐらい近づくかっていう楽しみがあるんですよ。うん、卵もね一晩寝かしてるからよう染み込んでるわ。ほんでここですかさず、うん、顕微し酔うわ、一発目から効くわこれ。向こうは2級と1級と特級があったんかな、今日は特級やなこれ、知らんけど。いや、いいね。こんなねごぼ天とかも美味しいんですよ。もう一晩寝かしてるから、もう全てにええだしが染み込んで、こんにゃくですよ。ほんでまたこのねだしを取った昆布、おう、だしを取った昆布が美味しい。これやっぱこういう料理を食うとね、次は焼酎が欲しくなるんですよ。はい、今日は芋でいきます。芋焼酎、しゃあいただきますよ。あー効くなー、あー、じゃあ昆布いただきますよ。昆布いただきます。もうこの昆布もね、捨てたらダメっすよ。味が染み込んでるわ。だしを出した上にだしを染み込ます、すごい食べ物です。うん、こんにゃくもやばい色っすよこれ。うん、
最後ごっついテール置いてるから。このテールが入った赤味噌のおでんということで有名なお店なんですよ。でもテールはね、もう原価が高いからね、向こうで食べても1000円ちょいすんのかな。大きいんだったら1600円ぐらいしたんかな。でも今日は大きいわ。うん、今まあまあ厳しくなって、女の人一人でね入れへんかったり、あんまり長いしたら怒られるんやけど、ほんまええ店作ってくれてありがとう。俺一回動画出してから一回も行ってへんわ。また行くわ。うん、うまっ。向こうで食うともうずっと炊きっぱなしやから、もっとドロドロやねん。うん、そしたらメインのテール行こうか。ごめんなさいね、もう飯テロです。これいただきますよ。重いな、これ向こうで食ったら高いで。おら、これはやばいで。これにネギを乗せて、唐辛子、よっしゃ。もうね、結構柔らかくなってると思います。炊き込んでるんで。ほらほら、ほらすぐ、ほらほろほろですよ。これはね、飯テロ以外の何物でもないでしょ、これ。ほらいただきます。もっとネギ乗せよう、せっかくやし。もっとネギ乗せて。じゃあいただきますよ。これがメインですよ。テール、テールの赤味噌おでん、いただきます。とろっとろのね、油とね、ジューシーな柔らかいテール、たまらんで俺。この油太ると思うんですよ。しかし食います。うん、うまっ。これはやばいね、これはちょっとやばいね。あー、焼酎も進むな、ほんまに。このテール高いんですよ、原価が。でも手に入ったらテールスープかこの変骨おでんを作ってしまうんですよ。うん、これはうまいわ。テールって人を幸せにさせますね。うまっ。もうほろほろ。もうだしもね、向こうにた、向こうで食べる味そっくり。うん、はい。最後にどうしても食いたいものがあって、前サマサマっていう居酒屋さんのテイクアウトメニューテール丼持って帰ってきたんだけど、それを試したくてね、ちょっと白ご飯用意したわ。でテール乗せて、よいしょ、テール乗せますわ。でネギ、うわー、これはラストの飯してるでしょ。これはやりたいね。これ向こうではできひんからね。ほらー、どうすかこれ、どうすかこれ、これはやばいっしょ。ほんでさらにそこからもう一杯スープをぶっかけて、うわー、いただきます。やってまいりましたね、テール丼です。いただきます。まずいわけないよな、むちゃくちゃうまいな。そしたらこの卵をぶっ潰していくよ。見えるかな。わ、潰してしまった。潰して。ほら。よっしゃ、混ぜて。
これでテールも一緒にいきます。これは反則や。これは反則級のうまさやで。これいろんなもんが凝縮されたスープに卵溶いてご飯テール。気持ち悪い笑い方になってるけど、それぐらいうまい。うわうめー。うん、いやうまかったね。最後のこの丼はやばいね。ということで本日は京都の駅前の名店再現シリーズ変骨さんを再現してきましたけど、大成功に終わりました。またこれからも美味しいお店の料理が思い浮かびましたら再現シリーズやっていきますんで、よろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してまーす。ありがとうございました。うまかった、やばいね、マジでうまかった、やばかった、はい。